夢ラジオ第2686回、今日は令和3年3月8日月曜日です。時刻は午後2時、横浜港北、月曜の午後、雨が降っていますね。昨日の日曜日から今日月曜日にかけてなんか寒くなってきました。昨日は日曜日、丹沢湖に行ったんですけど、まあ標高の高いところで寒かったですね。もうじき暖かい春が来ることでしょう。さて、3月8日、今回はリバタリアリズムとナショナリズム、こんなタイトルでお話しましょう。リバタリアニズムとナショナリズム。この夢ラジオではもう放送の最初あたりからずっと、私はリバタリアンですとか、リバタリアニズムという考え方はこうこうこういう考え方ですとか、あるいはリバタリアニズムの理論家または思想家はこういう人がいますみたいな紹介をやってきましたね。まあリバタリアニズムというそういう言葉が日本には全く定着しておらず、それが何のことだかまあ分かんないという人が大半なので、まずはどういうものかっていう紹介、それをまあやろうというそんな意識でした。その後放送を続けていくにつれて、やはりリバタリアニズムという言葉を使うことあったけれどまあ心のどっかではこんな言葉使っても通じてないんかなみたいな、しょうがないなという感じでお話ししてはいました。ところが昨日ですね、茂木誠先生が主催していらっしゃる茂木セカチャンネル、その茂木セカチャンネルの中でこのリバタリアニズムという言葉がまあ取り上げられていて、まあそこで提起されたお話っていうのは、まあリバタリアンである私にも無関係でもないなということで、まあ、今回リバタリアニズムとナショナリズムというそんなテーマでお話ししてみます。茂木セカチャンネルの定期からですね。で、茂木セカチャンネルではうまく短時間でまとめられていますから、それをご覧になれば、茂木誠先生の政治思想マトリックス、この夢ラジオでも取り上げました。あの書について奥山さんという方と和田さんという方がお話になって、そしてその中で今回のリバタリアニズムのお話が出てきた、まあ、ですから、まあ、茂木セカチャンネルをまだ見てらっしゃらない方はちょっとご覧になって、ああこういう問題が提起されたんだなっていう、それご覧になることをお勧めいたします。まずこの奥山さんという方は地政学という分野で日本の草分けですよ。で、奥山さんという人は今から10年ぐらい前、まだチャンネル桜というのも全然知られていなかったような時に、そういう時に桜によく出て討論会とか、あるいはなんか番組持ってらしたのかな奥山さんは。まあ、ともかくよく出てましたよ、奥山さん、桜に。でそこで、あいいこと言ってはるなみたいな。ですから私が奥山さんを知ったのは桜を通じてです。そしてそのお方から地政学というものがあるよと、というふうに私も学んでいきました。でもう一人のお方は和田さんというお方で、私は今回の茂木セカチャンネルを見るまではこのお方については
知りませんでしたが、この奥山さんと小田さんが、お話になっているという、そういう、場面があるんですね。そしてその中で、茂木先生がですね、陰謀論、茂木先生が陰謀論を唱えてらっしゃるみたいな、そういう発言があって、この発言については茂木さんがちゃんと反論なさっているし、あんまり、どうでもいい話なので、ディープステートとか陰謀論についてはちょっと今回は話すのやめておきましょう。で、それはどうでもいいんですけど、その陰謀論のところは。で、どうでもよくないのは、リブタリアニズム。そして、マトリックスの中ではね、茂木先生、そのリバタリアニズムっていうのをグローバリズムに近いものだというような、そういう分け方をなさっていました。茂木さんはリバタリアニズムをグローバリズムに近いものだというふうに分けてらっしゃったんですよ。で、それに対してですね、それに対して、さっきの奥山さんと和田さんの対談の中では、その和田さんがね、このリバタリアニズムというのはグローバ、リズムではないよと。リバタリアニズムというのはグローバリズムではないのに、どうしてこのリバタリアニズムがグローバリズムの方に分類されているんでしょうね、みたいな、そういうことをおっしゃっていて、ここが一番大事なとこでしょ。そしてそれに対して、今回茂木先生が2つの動画をお上げになって、で、リバタリアニズムとグローバリズムは親和するんだ、リバタリアニズムとグローバリズムは親和するんだってことを主張されていました。茂木先生のお話の中では、もうアインランドとかハインラインとかね、私もこの夢ラジオでとりあえず紹介はしておりますが、この YouTube の世界でこのハインラインとか、ね、アインラントを取り上げてくださる方がいらっしゃるという点で、嬉しいと言いましょうか。あとノージックですよね、思想家で言えば。こういうお話を述べられた後で、やっぱりグローバリズムというのと、リバタリアニズムというのは親和するよという、そういう主張、茂木さんはされていました。で、実はこの、政治マトリックスという、5本の中でね、そのリバタリアニズムをどこに分類するかっていうのは、茂木さんも本出された時から割と気遣ってらっしゃったようなんですよ。で、私に対してもですね、グローバリズムの方へと、リバタリアニズムというのを分類しておきましたっていうふうに、おっしゃってましたね。だから、この分類には茂木さんも、割と注意を払っていた、そういうことであり、そして今回奥山和田の対談の中で、で、和田さんがですね、そこをバシッとついてきたこと自体ですね、実は和田さんという方、私は全然ご存じなかった、存じ上げなかったんですが、いいとこついてきたとは言えるんですよ。実はこの和田さんという方がね、ちょっとと、リバタリアニズムっていうのはグローバリズムにそう簡単に分けられまへんでっていうふうに言ってきたのもですね、割とその指摘としては、良いご指摘なんですよ。これはこれでね。で、そして、今回夢ラジオで放送してるわけですから、じゃあ私と、もう自称リバタリアンなんですけど、私はどう思ってんのと、このリバタリアニズムおよびそれがグローバリズムなのって、それともナショナリズムなのというこのお話ですね。で、リバタリアニズムというのはやっぱり個人の自由、こちらに非常に重きを置く、そういう考え方です。で、もっと詳しく知りたい方は、私のアーカイブの中でそのリバタリアニズムについて何度も語っておりますから、そうですね、西洋社会学のカテゴリー、ね、西洋社会学のカテゴリーの中に、いろいろ入ってると思いますよ。さっきのノージックも、アインラントの
水源もハインラインの月は無慈悲な女王ってやつも、その他ロズバートとか、まあいろいろリバタリアニズムについては話すことを書かないので、まあ、もしよければアーカイブ探っていただけたらと思います。その個人の自由を重視するそのリバタリアニズムにとってですね、やっぱ一番警戒するべき相手は国家なんですよ。やっぱりネーションなんですよ。国がね、お前戦争行けと、国のために死ねと、あるいは天皇のために死ねと言ってきて、はいと言って喜んでとかって言って、周囲も日の丸振ってね、で送り出して、で最前線の、でどうせろくな価値もないそのような陣地巡って、ほいで必ず死ぬような突撃させられて、それでお国のために頑張りましたねみたいな。でその突撃を命令する者は最後まで生き残る。まあこんなことをですね、国はしてきたんですよ。今から80年ぐらい前に、日本という国は個人に対してね、一銭五厘でですよ、お前らみたいなのは一銭五厘でいくらでも補充は効くがというふうに言ってましたよ。二等兵に対して上等兵が、お前らみたいなのは一銭五厘で、要するに赤紙をね、配達するお金がそれぐらいだったんでしょう。でいくらでも補充は効くと。けど補充が効かないのは武器であったり飛行機であったり戦車であったりするんだと。だからああいう機械の方が人間なんかよりよほど価値があって、人間は一銭五厘だったんですよ、もう言っちゃえば。さあしょうがない部分があってね、当時の日本の国力って本当にひどくて、だからあの国力でよくあそこまでやったとも言えるんですよ。無理な戦争だったんです。それは日露の頃からずっと無理な戦争を続けていたんです。国力に見合わない大戦争をね。でそうするとですよ、弾丸、実は国力がね、戦争において一番反映されるのは弾丸なんです。弾丸の生産量、これは第二次世界大戦の時日本が作り得た弾丸、これもう第一次世界大戦の第一次ですよ、第一次世界大戦の時にフランスやドイツやイギリスやが作った弾丸の量よりも桁が一つ二つ違うんですよ。第二次世界大戦で日本が作れた弾丸の量は、第一次の時のフランスやドイツのイギリスの作った弾丸量よりも桁が一つあるいは二つ少ない。てかそんな国力で、弾丸生産量に一番国力出ますから、アメリカ、物量に物言わせるアメリカと戦ったら負けるんです。だから無謀なんですよあんなの。でね、だったらそういう時って弾丸よりも人間の方が安いから、実際だから一銭五厘で集められるっていうのは割と合理的な考え方でも言える。ですから弾丸を惜しむために人をまず弾丸代わりに突撃させて、だから銃剣突撃なんですよ。だから銃剣でね、人を弾丸代わりにガガガッと行かせて、で前線を一定程度はそれで前に進みますから。でその後米兵が出てきた時にやっと弾を使うみたいな。だから最初の突撃隊はもう玉砕するんですよ。でその屍踏み越えていくっていう。しかもこの戦い方は日露の時もそうだったでしょ。最初の突撃隊は全員死ぬと。けどそれを踏み越えていくと、旅順の攻防戦もそうだったでしょう。203高地の。で日露の時はまだそれでもなんとかなったけど、アメリカ相手の戦争ではそのいつまでもやられっぱなしで、最後は人間までいなくなっちゃうという。で話がちょっと戦争の話になってますけど、というように国ってこういうことを強制してくる。あの時代にもし自分が生まれていたらというのは考えずにいられない。あの時代に自分が生まれて、そして一銭五厘だと、それだけの価値しかないと、ね、国家に思われて、それで無意味で無謀な突撃やらされるっていう。
ていう、その時は逃げなきゃ、その時はそんな国家からもう逃げないと、抵抗するにはあまりにも力が強いでしょ国って。で、まあ逃げるのはともかく、国がそういうことでやってきてもガーンと跳ね返せる力はないといけない。それは革命をやろうとかあんなでなくて、個人として力を持っておく、それはお金です。個人として力を持っておく、経済力です。そして個人として実力を蓄えておく、自分で生きていく力です。だから経済力なんですよ。自分で生きていくったって無人島行くわけにはいかないからね。で、国家が何かしら理不尽をやってくる場合、やってくるんですよ国家は。その時に立ち向かう力、これがまあリバタリアニズムなんです。戦争を考える時、この夢ラジオでは戦争の話をよくしておりますが、戦争を冷静に考える時、そして自分だったらと思う時、その時人はリバタリアンにならざるを得ない。僕はそう思う。戦争をね、日本人がもう熱っぽく浮かれたように、どんどん人が死んでいって、次は俺かみたいな、そういう時に、そしてお前も一緒だぞみたいな、こんなことを言ってきた時代にもしいたら、自分はどうすべきか、それを考えるなら、もうリバタリアニズムしかないと。こういう話をすると、ですからリバタリアニズムというのは、茂木先生おっしゃるように、ナショナリズムとは対立するもので、リバタリアニズムというのはナショナリズムとは対立するもので、グローバリズムの方に入れてもいいだろう。それは一般的にそう言えると思います。だから茂木先生がそうおっしゃるのは正しいんですよ。けれどですね、けれどこうも私は言いたいんです。そのリバタリアンにも千差万別でですね、じゃあそのリバタリアンってのは国家認めないのかと、まあ、確かに戦争をやってくるような国家は認めないけど、じゃあ今2021年の今、日本という国はまあ私たちに、おいお前戦争に行けと、天皇のために死ねとは言ってこない。その時、つまり国家がまああからさまな理不尽をやってこない時、その時個人の自由を重んじるリバタリアンは、その国ってまあなんて言うんでしょうか、いつも警戒しておかなきゃいけないけど、自分の自由を妨げない国なら、それは別に悪くはないんじゃないのと。そしてせっかく自分がいる場所なんだから、その自分のいる場所って良くしていきたいな、自分がいる場所ってできるだけ反映してほしいなと思う気持ちは、別にリバタリアンの中にも自然に生じてきますよね。で、そう思うとき、その人はリバタリアンであると同時にナショナリストなんですよ。つまり個人の自由を重んじる、個人の実力を最大限に高める、投資もするぞと、働くぞと。けれど身の回りも大事にしようかなと。だからリバタリアンイコールグローバリスト、つまりお金ばっかり稼いでね、それで自分のいる場所には興味がなく、でいざとなったらどっか都合のいい場所にさっと移動するっていう、まあこういうイメージあって、これも一面あるんですが、けれどそのリバタリアンの中にもね、やっぱりその国家にもちろん反抗する場合もある、国家から逃げる場合もある、リバタリアンは。けれど国家がそれほど変なこともしてこないんだったら、その国家を良くしよう、その国家とまで行かなくても自分のいる地域を良くしようという気持ちはもちろんあるわけですよ。ですからリバタリアンでナショナリスト、これはあっていいと思う。リバタリアニズムとナショナリズムというのが結びついたっていいと思う。でもし今回奥山和田の対談で和田さんという方が、このリバタリアニズムはグローバリズムの方に入んないということを、さっきからお話ししているリバタリアンでもナショナリストになっていいじゃんかを表しているんだったら、その和田さんのその言葉にも私はある程度正しさを感じますね。ですからまあこれは茂木さんもおっしゃっているように、
正しい正しくないとこう客観的にこう測ることのできないお話なんですよ、社会科学はね。だけど、まあ、私のあの何て言うか気持ちを言えば、リバタリアニズムというのはグローバリズムの方にスポンと入れることもまあできないし、じゃあナショナリズムの方にスポンと入れることもできないし、その両者またがるような、そこら辺にリバタリアニズムってあっていいんじゃないかななんて私は今個人的に思ってるんですよ。リバタリアニズムはグローバリズムにもなりうるだろうし、まあ、一般的にはそう思われてるよね。リバタリアニズムはグローバルなんだと。けどリバタリアニズムでもナショナルな場合もあっていい。今回茂木先生の、お話のな最後のな最後のところで、和田さん、ぜひ私をそのチャンネルに呼んでくださいなんておっしゃってました。もしこの和田さんがですね、その茂木先生をそのチャンネルにお呼びになって、その時にじゃあリバタリアニズムについて語ろうよとなったら、私は聞き応えのある対談になるんやないかと期待しております。一体その茂木先生と和田さんの対談って実現するんでしょうか。夢ラジオ2686回、今回はリバタリアニズムとナショナリズム、茂木セカチャンネルでの提起からお話ししました。ありがとうございました。